テントこれは俺の田舎であった実は高校時代俺と友人三人で近所の山に入ることになった友人の名前はそれぞれ A、B、C とする A は学校では札付きの悪だったが、俺とはなぜか馬があった。B はアホだったけど、俺らの中では一番モテてた。当時彼女持ちもこいつだけ。C は家が寺をやっていたエリートだったけど、本人は至って不謹慎。 まあ、こんな連中が連れ立って山に入る理由なんか一つしかない。その日も午後から山に入って、そろそろ片付けて帰るかってなった時にそれは起きた。うわあこうちゃん、これなんだよ。 俺はまた B がくだらないいたずらでも考えたのかと思って、やれやれって感じでそっちの方に行ったのだが、さすがにそれを見たときは凍りついた。ちなみにこうちゃんっていうのは俺の名前。A と C も来てくれ。ありゃなんだよ。 木の影になっていて気がつかなかったのだがそこには青いテントのようなものがあったそのテントの端から女のような白い顔だけがゴロンと飛び出してこちらを見ていたこんなところにテントは、でもあの女の顔白すぎないか そんなことを考えていると、女の目が開いた。普通は目のあるところが真っ赤な石みたいになってた。そして女は首だけをテントから出しながら、なんか、<laughs> わめき出した俺らはなんかとんでもないものを見てしまったと感じていた「これ以上見たらダメだ逃げよう」普段はおとなしい C が叫んだ俺たち四人は一目散に山を駆け下りた。 あんまりめちゃくちゃに走ったもんだから C と俺だけ一緒で他のやつとははぐれてしまった。で、しばらく山のふもとで待ってたんだが A と B はなかなか降りてこない。山の入り口はここしかないのになぜかわからない。 先に帰ったのかと思って、シーと家の方に向かった。しかし、あのテントの女、気持ち悪かった。あの女のことは誰にも言ったらいけない。絶対だ。俺らの秘密にしような。シーがマジな顔をして言うから、 俺はかなりビビった。そうこうしてるうちに C の実家の寺までやってきたので、親父さんに挨拶でもして帰ろうとした。そしたら C の親父さんがすごい剣幕で俺たちに聞いてきた。お前ら、 山に行ってきただろう。何を見たんだそう聞かれて、シーが言いました。テントから白い顔の女を見た。目が真っ赤だった。あれは、あれと違うよな。親父、違うよな。 そう聞かれて C の親父がまくしたてました。お前ら、自分が何したのか分かってないのか俺と C は怖くて動けなくなった。とりあえずお払いしてやるからこっちに来い。でも、 長くは生きられない。A と B みたいに。俺は少し混乱した。なんで C の親父が B や A のことを知っているのか。白い顔の女は何なのか。そんなことがぐるぐると頭を回った。 俺たちは言われるままにお払いを受けたが、次の日から A と B の姿は見えなくなった。A の母親と B の母親に一度会ったが、妙によそよそしかった。C と話をしたが、呆然とした顔で、 受け流されるだけだった。それから高校を卒業して、俺は地元に居づらくなって出て行ってしまったが、それっきり帰っていません。あの白い顔の女は何だったのだろうか。そして B や A は、 どこに行ったのだろうか。最近になって C が死んだという連絡が俺の母親から届いて怖くなってここに書いています。 おいこれが朝日旭連邦そう言って OB の S さんは写真を見せてくれた都内の某企業本社ビルの地下にある 防災センターの控え室に我々はいた。なぜかって、ここは某企業で高齢になった、いわゆるリストラ予備軍の集まった現場なのだ。仕事は設備管理。防災センターであるから、他に警備員も務めているし、 突破的な災害や急病者の連絡対応やら、納入業者からの問い合わせの窓口でもある。S さんもご多分に漏れず、58歳まで勤め上げたが、工場勤務の時に体を壊し、退職金が満額でもらえる時に合わせて退職をした。 よく朝日連峰なんか行けますよね。腰悪いんでしょ写真を手に取りながら、半ばひにくってやると、にやりと笑いながら。そりゃあお前、山に登るときは違うんだよ。ほーん。 孤独な S さんの家族は、障害を持っている、いとこ一人だ。社内では、先輩風を吹かせて、周囲には敵も多かったし、俺は、使いっ走りなところもやらされていたけど、なんとなく憎めないのは、決して、嘘をつかないし、何かあれば、情報を、 提供してくれたことだ。退職をした後は、こうして週に一度、本社ビルに入っているクリニックに通院している。来ればこうして、センターに顔を出し、設備のメンバーと夕方には連れ立って酒を飲みに行く。 今日、飲みに行くんでしょうん。18時に、角の中華料理屋に行ってる。俺は、今夜当直だよ。<laughs> お前なんか来なくていいよ。S さんは、そうにやりと笑うと、痛む自分の体を少しでもいたわろうと、いつものように、 控室の向かいにある仮眠室に入っていった S さんが翌年大雪で行方不明になったのが9月だった捜索がなされたが天候が思わしくなく遺体の収容は遅れてしまった 三週間も経ってから俺の耳に入るなんて、と思ったが、知らせを受けた時は彼の生き方を自然と理解しているような俺には、冷たい現実の中に取り残された気分でもあった。カメラ買うって言ってたな。 同僚と話しながら彼が一人世話をしていたいとこの身の上はどうなったのだろうとぼんやり考えていた当直の俺はその日夜間の巡回から戻ると控え室のレターケースから彼のくれた黒岳の写真を眺めていた また、黒だけ行ったんだ。つぶやきながらそれをしまい、再び防災センターに戻ろうと、控え室の入り口に近づいた。ん控え室のドアには、ダイヤガラスがはめ込まれてあり、向かい側の 仮眠室のドアのダイヤガラスからの光が漏れているのが見えた。誰だ誰もいないはず。控え室のドアを開けて仮眠室のドアをノックした。返事はない。開けてみた。すると、 仮眠室の二段ベッドの上に見慣れた二本の足が投げ出されているのが見えた S3 急に周囲が何とも言えないぞーっとする寂しい空気に包まれている感じがした途端に 自分が真夜中の絶海の孤島に一人でいるような旋律が湧いてきた。恐ろしいもの、恐ろしいものを見てはいけない。しかし、なんだろう、これは。俺はぐっと怖さを抑えて前に一歩進んだ。 見ると S さんの上半身がなかった。S、さんの膝から下だけが二段ベッドの上に寝ていたまじまじと見つめていたら数秒後部屋の照明が突然ふっと落ちた。 そのまま俺は慌てて防災センターに飛び込んだ。振り向くと同時に不審な顔を見せる若い二名の警備員たち。どうしたんですか何かあったのかと言わんばかりの彼らから後日聞かされた話だが、 その時の俺の顔は真っ青だったという。翌朝、俺は警備の若いやつに言った。昨日は火曜日だったよね。そう。毎週火曜日は S さんがクリニックに治療に来る日だった。 いつか俺も紅葉の黒岳を見に行こうと彼のくれた写真をまだレターケースにしまっているおいで。 親が共働きで、夕方から親が迎えに来るまで、ばあちゃんちに預けられていた時期がある。その時に自分は、顔の妙に長いおばさんや、顔のないのっぺりとしたものが見えることがあった。ばあちゃんに言うと、 そうかそうか。でもあの人たちとは遊んじゃダメだよ。と、ニコニコ笑ってお菓子をくれた。親や保育園の人たちは信じてくれなかったので、拍子抜けした。ばあちゃんもはぐらかしてるんだろうと思った。 ある日、ばあちゃんと公園に行った日のこと。自分は砂場にいて、ばあちゃんはすぐそばのベンチにいて、ニコニコしてた。その時に視線を感じて、周りを見ると、花壇の方で女の子が、ニコニコしながら、おいでおいでをしていた。 立ち上がって、その子の方に行こうとしたら、ばあちゃんがすごい力で腕を掴んだ。あれはいかん。と、すげえ怖い顔で言った。もう一度花壇の方を見ると、女の子ではなく、真っ黒いものが、 おいでおいでをしていた。ばあちゃんは今も生きてる。でも、もう自分には不思議なものが見えなくなってしまった。 はい、ということで、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。今回のどのお話も、本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。はい、ということで、今回もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。 この動画が少しでもよかったら高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますそして概要欄にもいろいろ書いてありますのでよかったらそちらもぜひチェックしてみてくださいはいということでではまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい